ついにドイツ旅行に行ってきます。ただいま。帰ってきた直後にお土産話のトークライブをやることになりました。11月21日木曜日午後7時半開演。場所は仙台市戦災復興記念館の4階。前売り当日ともに1000円です。 YouTube ファミリーも来るかも。みんなぜひ来てね。あれば皆さんおはようございます。おはようございます。髪の毛切るの失敗したんですか？え、別に失敗してないですよ。そうですか。あ、そう見えます。やっぱりちょっと失敗したように見えたんで、すみません。失敗じゃないんだったらすみません。多分失敗じゃないと思います。ちょっとケータリングください。はい、ありがとうございます。特茶ゲット。本日のごちそうは雪割り納豆。麹と納豆のダブル発酵でございます。卵乗りましたね。うまそうだな。うわ。そして今日お世話になります佐野さんです。あ、若干表情硬くなってますけど大丈夫ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。うまい。うまい。なんでこれ次は、次はですね、はい、持ってきてもらっていいですか？お、なんだ？あ、なんだなんだ？お茶漬け。お茶漬け。ちょっとマスクの腰長いですよ。弟さんですか？すごい似てますけども。弟さんじゃないですよ。マスク取ってもらっちゃって。ええ？なんすか？最近オープンしたばっかりというお蕎麦屋さんにやってまいりました。今日はここで S スタイル。トロリンチョ。わお。はい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 。お仕事ください。あ、そうそうそう、前回ちょろっと話しましたけど、僕この番組にもゲストで来ていただいた村田日帰り外科手術ウォッククリニックの村田院長、村ちゃんにちょっとねお願いがあるんですよ。ほくろが取りたくてね、唇にね最初青のりくっついたかと思ったらね、ちっちゃいほくろあるんですよ俺。ほくろ気になるから取ってほしいなと思って、ラジオゲストとしてというか、なんか僕がこのほくろ取るところをちょっと一個ネタに、どうせならネタにしてもらえた方がね、村田日帰り外科手術ウォッククリニックが宣伝できるんだから、それはもう、村ちゃん次第じゃないですか。うん、ちょっと村ちゃん、まあ OK っていうのは OK なん、村ちゃんこの番組聞いてくれてんのかな、村ちゃんは、村ちゃんにちょっとディレクターさん伝えといてください。いや、お前が伝えるんだよ。え、お前が伝えるんだよ。じゃあ俺がここに電話したらただの予約になるじゃねえか。いやいや、大丈夫です。俺はなるべく金をかけなく取ってほしいから。ケチだ。番組の企画となれば、俺のこのほくろとのも俺の金で払わなくて、なんか、うまいこと取ってもらったら宣伝だよ、宣伝。村ちゃん、ケチな考え。取ってくれよ。いい、お金取っていいですよ。ちゃんと取ってくれよ。お金取っていいですよ。なんか変だと思ったら、ぐにゃんぐにゃんだわ。家までかいの大変だよこれ。あ、ちょっと聞いてくださいよ。YouTuber ですか？チャリンコで来たら、なんかね、べっこんべっこにパンクしてるんすよ。
で今そこのチャリンコへ行こうかと思ったら閉まってるし、あっちのあの他にもあるんすか？ある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 、自転車あって、そこ行ったら、あ、柔らか、あ、もうこれだけでご飯ガブガブいけちゃう、なんそれ。今日カレーだから誰か食べに来てもいいんだよ。食べたい人は仙台市青葉区小田原ご。福島県郡山市に来ましたよ。ローカードの真向かいにあるこちら、新鮮で安いガスダンキー。最初はグーじゃんけんぽい、はい、チョキの人。お昼帯が出るから、わお、ココイチあるじゃない、最高だね。お昼はここにしよう。うわ、ここ一でここって言っちゃった。郡山すげえな。全部カラスだ。うわ、増えた。増えた増えた。増えたよ。詰めて詰めて座んねん。いや、なんか五線譜みたいに見えてきたな。シシシシシシシみたいな。お邪魔します。相沢和也が来た。どうも。やっと名前覚えた。ありがとうございます。どうぞ。はい、お邪魔します。はい、ようこそ。お疲れ様です。前坂チャンネルです。またコールセンター帰り。はい。あ、今日はでも違いますね。あ、違うの。はい。どうぞ。イベントに行ってきました。オッケー。もう奥にすでにいるから。あ、本当ですか。ほら。面白い。今日はあの実家からリンゴジュースを送られてきたんで、ちょっとよかったら。差し入れたい。はい。ありがとう。飲んでください。地元のやつ。やった。はい。ありがとう。じゃあ今ちょっとおつまみ出しますから待ってて。お疲れ様です。お、来たね。たまたまお疲れ様です。ウェイ、思ったより早かったじゃん。いや、そうっすね。たまたまさ、まあカレーができたからさ、はい、君たちに食べさせようかなと思って、はい、一人一人食べるかい食べるかいっていうのもあれかなと思って、前に一緒にね、やった怒りダイブの LINE グループがあったからさ、そこにポンと投げたら、見事に全員来たな。すごい今日豪華にできたよ、これ。ほぼあれだよ、うちに冷凍庫に入ってた冷凍のものとか、たまたまいただいたシャウネッセンとか、悪いけど、0円で君らに食わしてからね。すげえ、すげえ、さすが。すごいね。さすが。すごいね。いや、かかったのこのビールだよ。めちゃめちゃっと。まあ、ビールって言っても、第3のビールですけど。まあ、もうビールと呼ぶよ、これを。はい。いいですよ。俺らにとったビール。ビールはもうこれだけだからね。あとは、はい、これだから、もう君らには、いただき物の焼酎、でかいやつ。でけえ。どこのメーカーだよ、このでかいやつ。これを、これもいただき物のコッカレモンで、コッカレモン、そう、レモンサワーで酔っ払って帰ってください。あとカレーがあるからね。あ、そうそうそう、それが大事、それがメインですから今日。それがメイン。何何ずっと俺のシャウエッセンで喜んでんだよ。俺の朝食の予定だとシャウエッセンで喜んでんだよ。周作さんちで肉出るって珍しい。肉だ。超詰め、超詰めでごめんな。乾杯をするか。はい。じゃあ、俺明日休みだわ。おお、うん、君明日休みなの。あ、無理してくれないなんかさ、無理して来されたみたいな。お酒一人飲めるかなみたいな、明日早いしみたいな。じゃあまあほどほどに飲みましょう。はい、はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。よし、こっからはもうカメラを回しててもしょうもない話しかしないからおしまい。はい、はい、カレーも映さない。メインなのに。みんなでこんなにやるのもいい。
大変だからあれ編集するじゃあまた明日お会いしましょう。せーの、あれだ。食い気味にとか見直せてる。